もうどれが俺の車かっていつも来る予選ですよ。これです。これ。ほら。なんだこれ。すごいな。いじめにあってるわけじゃないです。子供たちの思い出としてね。小平市のお祭りがあるんですよ。でそれで出展して、もともとこのシルバーの色だったんですよね。白で塗装をして子供たちに落書きをしてもらってっていう感じの。いかにもね、ペンキ屋さんっていう感じが。そうそうそう、ドン・キホーテ小平店とかね。よくわかんないですね。いやもうこれは電話番号とかも書いてありますから。いや本当だ。危ないね。そう。ここもね結構ね、ほら明日告る。結果が気になるんですよね。どうなったのか。これでいいんですか。いいです。最高の営業者。ここだ。あのままなんですね。書いてない。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。なんか大きい裏山塗装って書いてあって。そうですね、俺がやってるぞっていう。具体的にどういうお仕事をされる。今日は養生作業と壁の下塗りだったりとか。これどういう建物になるんですか。普通のマンションですね。4階建てのマンションなんですけど、それの全面改修ですね。はいはいはい。はい、ペンキっていうのはここでいろいろ調合とか、なんかいろいろ水を入れてちょっと伸ばしたりとかっていうのは自分たちでやったりとか。伸ばすって、まあ単純にこう水を入れて攪拌機、こういうこれで、わーわーわー、これでこうこうやって。あすごい。まあ、こういう風な感じでこうやって入ってる状態。そうです。今水入れて、はい、そのままの状態で塗る時もあるんですけど、状態に合わせて。大元についてるのはマキタさんのやつなんです。まあマキタがついてるわけじゃないですけどね。でもマキタ多いかもしれない。ちょっとしたブランドじゃないけど。そうやってペンキを仕込んでるのか。そうですね。こうやって混ぜて。5階建て、これ全棟やってるんですか。あ、そうです。全部丸々。よいしょ。気をつけてくださいね。はい。よいしょ。あ、とりあえず養生作業からにしますかね。うん、足場だ。そう、気をつけてくださいね。足、これみんなないから。ここは要はそのビニールで塗っちゃいけないところを隠していくっていうことなんですけど、見てもらうと、うん、本来まっすぐこう線が出てないといけないんですけど、前のペンキ屋さんがはみ出しちゃってるやつとかあるでしょ。これって本来やっぱ良くなくて、まっすぐなるようにはみ出しちゃったら掃除って言って削ったりとかしないといけないんですよ。このまままたテープ貼っちゃったら同じようにまっすぐ線でなくてかっこ悪いでしょ。だからこういうんでこう削ってあげて。テープがこれ残ってたりとかするでしょ。俺たちやっぱこう綺麗にするためにやってるから。見えない努力。本当ですよ、知らない。もうなるほど、そうなるんだ。これで塗っても大丈夫。そう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 。さてさて、今もう塗ってる途中だね、みんなね。はい、こっからか。はい、そうです。これはいはいはい。あ、これ何で塗ってくんの。いや、ローラーよ、こうやってほら。あ、ローラーか。そうそうそう、何の変哲もないで、こうちょっとこうさ、ここについたやつ逃がしてあげて、うん、で、こうこうやって細かいところやるのは、うん、このちっちゃいやつ。あ、こういう細かいところやって。あー、なるほどなるほど。で、大きいので、うん、大きいところやってみたいな。あ、そういうことか。そうそうそう、こうやってね。この塗りをあと何回ぐらい作業していくの。これ塗った後2回かな。だから3回塗りが基本。今ほらいるからさ、カメラがさ、はい、だからこうゆっくりやってあげてるけどさ、はい、本来もっと戦争みたいに塗ってたからさ。村山さんが引き立つように村山さんどうしますか。いいよ。スタート。終わり。早っ。だって正面ここのマンションの作業は何ヶ月ぐらいかけて行うんですか。3ヶ月ぐらいかな。結構スピード勝負でもあるし、うんうん、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
疲れ様でございます。いやお疲れ様でした、本当にね。職人歴でいうと、どういう経歴なんですか？18区の時にまず塗装屋さん始めて、もともとうちの親父とこうおじいちゃんが大工なんですよ。僕も大工さんやろうと思ってたんですけど、近くで大工さん募集してるところがなくて、でたまたま募集かけてたところがペンキ屋さんで、ペンキ屋さん入って気づいたらもう22年間ペンキ屋さんみたいな個人事業主の状態で受けようってことですか？そう今もそうよ。ただの町のペンキ屋さんよ、これこの前やったと。どうですか？あ、この手前、そうそうそう、この白とグレーのね。あ、ここなんかもうあのほとんどそうです。これも1、このもう1、この1と1、はい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 、この角も1、この角、ちょっとずつちょっとずつ地元のお仕事いただいて、小学校2年生から僕ずっと小平に住んでるんですよ。だから変な仕事はもちろんできないんですよね年でどれぐらい稼ぎはあるんですか？全然ですよ。自分の方で使えるお金としては800万円とかそのくらいですね。お腹は空いてますか？腹減ってますね。働くと腹減りますよ。いやー、そりゃそうっすよ。何を食べるんですか今日は？今日はね、イタリアン行きます。うまくて。へえ。ここのお店、そう。あ、うん。あら、大丈夫かな。よしよし、お疲れですいいっすか田中くん。ありがとうございます。あ、釜ある。そうなんですよ。本格的だ。美味しいのよ。友達とかとも来るし、家族でも来るし、うちの娘たちも大好きなの。ワイン好きだけど、やっぱ一杯目はね、ビール、ハートランド。お疲れ様です。こうね、五臓六腑にこう、うわーってくるんですよねうめえな。めちゃくちゃ一気に行きましたね。いや仕事終わりだからね、汗かいてるしね。違いますか、仕事終わりの日。いや、そりゃそうでしょ。やばいっすね。すいません、もう一杯くださいお待たせしてる。うん、1100円で釜のさ、本格的なピザが食べるってないんですよ。おー、チーズが食べにくいからこうやってやって、うん、幸せそうバカうまあ、村山さん、そう慣れちゃいましたよ。やっぱこうずっとやってるから、大変な時期はもうちょっと一回抜けたかな。初めのお金ない時が一番大変だった。独立して5万円しかないでしょう。3万円でこう車買うでしょう。残り2万円でしょうね。もうギリギリでしょそれがね、25、6とかかな、そのくらいが一番大変だったな。仕事をしてても若いからやっぱこう1人前の手間なんかもらえなかったし、技術も全然できてなかったから。今ご家族は？娘2人いて、で3人暮らし の、 あのシングルファーザーです。僕子供たちやっぱこう引き取ってシングルファーザーの生活してると、子供たちをほら今度迎えに行かなくちゃいけないじゃん。夜中のね、19時ぐらいまでは確か見てくれるのよ。19時だと誰もいないからかわいそうじゃん。早く迎えに行ってあげたいなと思って、3時に現場出るってなると、10時から3時までしかこう仕事しない職人さんっていらないでしょ。こっちの事情は関係ないじゃん、周りの人は。そう、その時とかが一番やっぱ大変だったの。本当だから勉強やめようかなと思ってね、仕事が全然できなくなっちゃったからね。いやでもね、俺ね、変なところで運いいのかもしれない。ギリギリのところでうまくいくっていうかさ、娘たち引き取って仕事もやめようかなっていう時に、うちの親父とかが声かけてくれたりとか、誰かが助けてくれるね。へえ。何がいいですか、ペンキ屋さんって言っても。
何がいい。そうだね、やっぱでも家って買うのってすごい大変じゃん、うん、地上げ業だからお客様とやっぱこう話すから、家に対するこう思いとか思い出とかやっぱこう聞いたりとかするから、それをこう守れるっていうのはやっぱなんか誇りに思っちゃうっていうか僕本当にこの今のこう地元小平市このためにやっぱやりたいし、今のこの規模だったら僕がずっと現場に入れるし、こうお客さんと打ち合わせをして全て自分で完結ができる経営者としてはこう正解じゃないのかもしれない。でも今僕ができるのはやっぱそこで、うん、そうだからその範囲の中で今やってる感じですかね。なんだろう、酔ってるね職人とは自分のこう腕だけで昔は稼げてて、でも今って愛想良くしなくちゃいけないとか接客業を求められるんですよ。本当自分で勉強しなくちゃいけない、その建物に対して大事なことは何なのか、お客さんにとって何が一番いいのか、何がいいのか模索して、いつまでも満足しないのが職人じゃないですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。なんで現実に返すのこんなに楽しいままで返してよありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。